リラディオ TV。 はい、どうもー、ドリラディオ TV の時間でーす。今日何の動画を撮るのかっていうのですけども、そうなんですよね。このマロ君見てもらったら分かると思うんですけど、はい、昔話に興味があります。ハッピーゴールデンボックスの中に、海外の昔話、日本の昔話のタイトルが入ってます。タイトルを選びます。はい、で、撮った、物語の話を二人で、この画用紙5枚にまとめて書くと。で、この5枚をシャッフルして、自作の紙芝居を披露したいなというのが、今回の企画です。ということでね、簡単に説明しますと、はい、紙芝居がしたかったということです。そうです。その通りです。それでは早速これを引いていきましょうか。そうですね。いきますよ。何が出るかな、何が出るかな、つぐるワンズンゴナドゥドゥン。桃太郎、桃太郎、このね、皆様が知ってる桃太郎、はい、この桃太郎を僕らなりに覚えてる範囲で、はい、5枚の画用紙で完成させたいなと。それでは早速やってみましょう。やってみましょう。それでは早速書いていきましょう。書いていきましょう。はーい。これね、はい、できましたー、できましたー。こちらの5枚ずつ書いた紙、はい、こちらをですね、シャッフルして、シャッフルしました、はい、シャッフルしました。それでは早速物語をお楽しみください。お楽しみください。最初はグッじゃんけんほい。じゃあ俺からいきます。はい、じゃあ皆様、ゴリラディオ TV オリジナル桃太郎、お楽しみください。昔昔、あるところに鳥と犬と猿と桃太郎が真ん中、そうなんですね、おったそうな。無事桃太郎と犬と猿とキジは勝ちました。無事勝ちました。そんな中、おじいさんは山に芝刈り、おばあさんは川へ洗濯へ行ったそうな。それでも桃太郎は犬と猿とキジと旅をしました。やがて鬼ヶ島に行ったそうな。めでたしめでたし。はい、相手の方はね、かなり不安になったと思うんですけど、桃太郎の物語は分かったと思いますよ。でも、で、桃太郎というのが猿と猫とキジじゃ、猫じゃないと猿と犬とキジをね連れていたと。で、何かに買った後におじいさんとおばあさんは山に芝刈りと川に洗濯行って、もう一回きびだんごをあげて、そうです、戦う、で鬼ヶ島行ったって話というような、僕らの新州桃太郎ですね。新しい桃太郎のストーリー。こんなね、桃太郎のストーリーもあってもいいんじゃないかなと。はい。そういう風に僕たちは思うわけです。皆様が知っている昔話、紙芝居、はい、それは間違っているかもしれません。自分なりのストーリーを作ってみてください。すると、新しい昔話が見えるかもしれません。決まったものにとらわれてはいけません。それは今回僕たちが教えたかったゴリラ TV の信念でございます。それでは次回のゴリラ TV でまたお会いしましょう。ありがとうございます。じゃねー、じゃねー。はい、どうも皆さんもありがとうございました。はい、変な感じでいますけどもですね、ゴリラディオ TV、 この番組がですね、もしよろしかったらですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。僕たちの Twitter アカウント、あとブログの方もですねやっておりますので、そちらの方はですね、下の概要欄の方に書いておりますので、そちらの方もぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。